いや、金庫を開けようとした。あ、いや、盗もうとしとったやつね。も物ごと。金庫ごと。金庫ごと。これ多少入ってるよ。ただ持ち去ることができず、はい、諦めて逃走してますね。はい、今日の動画はですね、まあちょこっとまあタイトルっていうか最初に流れとったと思うんですけど、まあ泥棒が入った。しかも俺今日俺誕生日らしいでな。警察に言われたもんな、ね、まあでこれちょっと終わって、もう今ちょっと落ち着いて、警察も帰ってからの動画なんであれですけど、まあ、実際に、まあ、被害はないな、まあ、ちょっと、はい、多分動画の中にもあると思うんですけど、扉が一部こじ開けられとったり、金庫がもうバキバキになっとったりっていうのがあるんですけど、金額はない。一応入られたのはここの。どっから入ったんですか。ここですね。ここに、はい、ここにバールここに入れて、盗むの？いや、盗んでない。あれを取ろうとしたんですけど、あのちっちゃいやつを取ろうとした。で、それ一直線みたいなんですよ。他何にも荒らされてなくて、でもここの金庫狙わんかったの。そう、動かす。バカだな。だって2人でおったって言ったのに、2人だったら持ってけるの。セコムさんね、今日朝立ち会ってくれたんですか。今日朝、私が8時頃から来て、あいつもあの見させてもらってます。ああ、ありがとうございます。これなこの子こじ上げるのよう取らんかったな。大橋様に開けていただいたので、開けてはないです。あ、もう開けてないんだね。傷がついてるんで開けようとはしたんだね。これ木もほら、これ釘でネジ打ってあるもんで、ね、でも両取れんかったんですね。そう、これ後ろも固定されてるんですよ。あ、後ろも固定されてるでよかったんだ。うわ、直すのに金かかるわ、バカ野郎。ほんとまあね、こっちの金庫でも視聴者さんの中で盗もうと思ったら金入ってないからね。ね、書類とかあるの入ってないでしょ。金なんか置いてないもんね。入ってないです、ね、ほとんど入ってないのね、はい、バカだよ。会社になんか金置くわけねえだろって言って、会社にね、うん、で、まあ、会社にもお金置いてないんで、まあ、泥棒がねどういうやつかわからんけど、まあ、ぶっちゃけ本当はね、俺3時4時ぐらいにバッていつも目覚めるもんで、で携帯見たらさ、セコムから電話鳴っとったんですよ。で鳴っとったんだけど、まあ、これもういいやほっとけと思って、まあ朝でいいやと思って、朝7時か8時ぐらいに社員に、まあ、ちょっと今日多分泥棒が入った、セコムに電話したんだ俺、7時ぐらいの時点でかな。なら、いや、泥棒が入りましたと。今も、もう今帰ってたけど、まだ警察と朝来ますって言って、で、まあ、何時に来ますかって言って、8時半かなんかに行きますって言ったんかな。で、結局俺は夜も先に社員が来とって、まあ、そっからのシーンなんですよ。で、もう社員とか警察がまあ一部おって、なんせ、まあ、まず扉がバキバキじゃないな、まあ、こじ開けられた後と、金庫の周りの木の方がね、いかれちゃって、だただ、きちっとビス打っとったんで、金庫に穴が開いとって、ビス打てるんですよ。で、そのビスを打ってあるから、まあ結局、持ち出せんかったんだろうな。ただこうやって、まあ、奥にもあると思うんですけど、奥の部屋も見て、このマスクがね、うち昨日ちょうどね、1万枚、大阪まで行って買ってきとるんですよ。で、ほら、1枚、何、100円ぐらいで売れるの、今、マスクなんか。転売者な、はい、100円で売ったって100万円分じゃん、はい、だって俺マスクいかれたなと思ったの朝。あで俺ここに並べとったんだマスクの、まあ、この動画もどっちが先に出るかちょっと分かんないですけど、ここにマスクを全部200箱か、はい、ここ本当一面の動画ですよ、まあ、ちょっとそっちも見てもらうと分かるんですけど、わざわざ大阪まで買いに行ったっていう動画をちょっと撮っとるんで、あ、これそれ見とって、誰かが近くでね、儲かる儲からないよりマスクがどうしても欲しかったのかなと思ったのどうしても欲しいもんねマスクが。これでも他に何も盗んでないってことですね。このエタノールとか今持ってきゃいい金になるのね。でマスクも持ってってないのね。マスクなんてだって安く買ってきて45万の分下の段なんで、で売りゃ1個80円ぐらいで売りゃ1万枚買ってきてるんですね。俺はマスクだと思ったんですよ。でここに全部並べたんですよ、 YouTube の企画で撮ったもので見とったんだよ誰かと思って、でマスク盗みに来たんだなと思ったんですよ。だって80万とかになるじゃないですか。うわ、マスク全部いかれたわと思ったら、いやだけどマスク持ってってないですもんね。すごいね。いや俺マスク絶対盗まれたと思ったんですよね。そうです、多分1万枚の倉庫にも全部全然下は何ももう手付かずですか。そう、入ってますけど、あ、
下の部屋にも入ってくる、はい、それ何で分かったんですか。センサーが入って、センサーがついてる。あ、全部一応チェックしに行って、ね、ほらじゃあマスク見とるね。まあでも暗いっていうのもさ、なんか見てる可能性があると思う。あ、まあでもこうマスクに興味ない、こう置いてあったんですね、これ。あ、このままでした。マスクなんか今いい感じで入れるじゃないですか。まあ警察もね、あの YouTube 撮らせてくださいって言ったら、まあ いかんとは言えんけどみたいな。なんかまあ結局ああいうさ、なんだった、あの歌舞伎町、歌舞伎町の動画とかで結構あるじゃないですか、警察のね変な動画がちょっとあるんで、まあそういうの多分なちょっとあのカメラ回ってないところでもそういう話して、まあ、そこはちょっとカットしようと思うんですけど、あの歌舞伎町だなんだってやっぱ警察がいじられてるっていうか、警察はまあ真面目にやっとるんだけど、警察をいじって数字取りに行くためだけの動画みたいなのがあるからって言って、はい、まあまあ本当はあんまり良くないですけど、まあ全然いいですよって。だけどこれ動画見ることでやっぱね、視聴者の人たちも、ああこんだけ警察もきちっとやっとるんだっていう動画にもなるし、あの本当に朝早くから昨日の夜中も来てずっと指紋採取しとったらしいんで、まあ俺が寝とる間にね、で朝もきちっと来て、昨日から寝てないってことやなあれ、はい、同じ人が来たから、でまあいろいろ打ち合わせしてきちっと俺の指紋取ったりとか、まあであれ、これがあんまり泥棒にバレてもいかんでって言っとったから、ちょっと使って一部使ってないところもあると思うんですけど、結局まあうちの社員の指紋ももちろん取るし、はい、指紋は結構な精度で出ると、うん、だからまあ前科があるなら出てくるんじゃないかっていうことは言っとったね、犯人が。これぐらいでいいじゃん、だってみんな映してるんだよ。結構 YouTube でえーってやってますから。あれはでもしかもね、警察もね、なんか YouTube のおしゃれことでやってるでしょ。こういうのは別に全然いいよね。横着っていうか、なんか警察に文句言いに行くとかね、そういうのでしょ。なんかそういうの企画みたいな感じがありますよね。だけど警察官も企画じゃないでしょ。偽物。本気です。本気でしょ。こいつだけが見てるのがわかるんだけど。そうですね。顔が見とるですね。いやいいですよ、顔映さないで絶対大丈夫ですよ。あの顔が映っとるの全部消しますんで。被害あったのね、はい、あの警察のそういう 、はい、内部でこういうのあったよっていうのをね、はい、まあ状況みたいな写真を撮らせていただきたいと思います、ね。ああいいです、はい、まあ、あの防犯活動のための写真撮影と、あ、まあこれいいです。あの県民の方に防犯対策ケアするで、はい、まあ被害今写真を防犯セコムがあったもんで、まあそれで何分ぐらいで来たんですか。でもようセコムが鳴っとるのに、あれこれ音も鳴りますからね、防犯さん。多分それで諦めたんでしょうね。あ、そういうことですか。時間がかかったもんで。あ、そういうことですか。いや俺一人でおって前自分の部屋にこもってたもんで、部屋から出たらいるのは分かっていますから、放送してたんですけどね。すぐ、あ、本当ですか。あの近く、まあ、港署員じゃなかったですけど、はい、あ、たまたま近くにおって、近くにおった中川署員で、はい、まあすぐ近いもんで、なんか、はい、あ、いったらもうすぐ着いたんですけど、多分それでもう諦めたんだと思うんですけど、ね。あ、警察がもう鉢合ったの、走って逃げてたの。いや、鉢合う前だったですけど、うん、多分もう取れんと思ってから多分時間かかりすぎて、うん、ああそういうことだ。もう警察は早く来るもんで、うん、あ、もうそれ向こうもじゃあ分かってるわけですね。分かってるもんで、多分時間計ってるんじゃないですかね。マジっすか。あ、はあ、これは協力写真もってことですね。はい。でこれで要は自分のや、まあ僕とで社員はいいんですか。エビス代表の方。これでね。そうですね。よし。ここまでやるんだって言ったらね、みんな視聴者の皆さんもやっぱあれじゃない。安心するじゃん、警察はこういうとこやるんだって。あの変な YouTube しかないんでね、警察ね、かわいそうだよね、いっぱいあの歌舞伎町とかさ、本当にかわいそうだよね、あれね、ネタにされとるよね、警察官ね。で、突っ込まれ、揚げ足取りのね、そうですね、やって、あまりだなと思うけど、やっとるやつも。え、これやっぱりあの指紋出てくるのかな。大体みんな手袋しとるでしょ。そうですね。でも、まあ、指紋ではなくても、うん、手袋痕とかもあるので、あ、それで分かるの。そういうところも結構手袋しとればいいやとか思いがちなんですけど、うん、
昨日何鶴岡と警察一時に来るじゃないですか、はい、その後すぐやったの、うん、朝にもう一回やり直して、いやもう最初すぐに、あもう指紋とかやるの、取りました、あもうその時間にやるんだ、大変ですね。じゃあ先生お時間です、あはいありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあ指紋の方はこれで、はいありがとうございます、以上になりますのでありがとうございます、ありがとうございます。変な歌舞伎町のアホみたいな演習ばっかだけどね、だって警察官あんまどうなる毎日ね、夜中だって1時2時ですもんね、あれね、そこからもうずっとやってるみたいね、これの時間でね、俺なんか夜中の3時ぐらいに気づいたけど、セコムから電話取るのめんどくせえわと思って、朝でいいわと思って、もうそのネタももうどうせ泥棒が来てるなと思ってね、うん、俺もだってそのマスクかなんかだったらまあその辺の人かなと思ったんだけど、分からんね、まあ、元社員とかそういう可能性もあるよね、あの下も開けとるし上も開けとるから、あうん、で金庫をでも持ってこうとした形跡がない、もう大きい金庫とちっちゃい金庫ってあるんで、うん、大きい金庫をまあ2人で担ごうとか前は担げるけど、だから金が入ってないって知っとったやつかもしれない、逆に、あ確かにそうですね、小銭ってあった、うん、そうそう、でちっちゃい金庫は小口って言って、あの細かい現金が入ってるんですよ、で今日ちょっとこれ払うねあれ払うねっていうものぐらいの数万円単位のお金は入っとるんで、逆に知っとるやつの説もあるな、ただまあセコムの機械も入っとるので、あのまあその一部多分これ画像写真では出すと思うんで、あの提供してくださいって言ったらまあいいですよって言ったんで、画像かまあ写真を提供してくれると思うんですけど、もう画像も全部撮るんだよ、で外にもカメラがまあねあるんで、まあ身内か、身内ではないよな、とにかくこの辺ってもう柄悪いで、港区ってね、名古屋の港区って、もううちの会社はもう2回ぐらい泥棒入っとるし、あとエアコン盗まれたって、エアコンの室外機ね、1個そのあの鉄とかがすっごい高い時に1個5000円かなんかで売れるって言ってさ、で外に並べとって全部室外機行かれたことあるんだもん、6台か7台全部ちんぎってな、はい、でエアコンもそれ全部パワーだよな、で全部付け替えたけどさ、で今はもうその上に上げとるっていうか、ステイで上に上げとるで下からは盗めんようにしとるけど、はい、まあ、いろいろあるよね、はい、じゃあ皆さんまあこんな感じです、まあいろいろ、まあ、いきなり泥棒ね YouTube して、あ俺も泥棒って入ったで朝こっちに向かっとる時に、まあ、とりあえず行かなかったな朝一番って言って向かっとる時に YouTube にしようかなと思ったら、なかなか俺もなかなか YouTube も慣れてきたなと思うんですけど、まあ皆さんあの、まあ、気分悪くする人もまあおるんかなとは思いながらちょっと動画も撮ってたんですけど、まあそのね、あの十分、まあ、本当にこういう時期なんで、あの泥棒などは気をつけてください。でまたあのこの YouTube で上げてない画像とかをあのインスタにちょっと上げてますんで、インスタの方も見てください、あのいろんな情報で、あとライブなんかもやっていこうかなと思ってますので、そっちの方も見てください。でもちろんあの俺のセミナー動画ね、夜ちょっと6時に流れてると思うんですけど、セミナー動画もあっちの方でちょっと細かいやつ、もっと簡単な短いやつをちょっと上げていこうかなとか考えてるんで、ぜひあの塗り替え道場のインスタもフォローしてください、お願いします。